今年はなんとスープラ A90 スープラで参戦してます。タイヤは変わらずブリヂストンさんのポテンザになります。ただ新作の RE71RS を使わせていただいてます。今日実は開幕戦だったんですけれども、ものすごい高いグリップにドライバー本人も驚いてます。車の仕様としては去年の86同様 2J なんですけれども、ボアアップしていて 3.4 リッターの、エンジンを積んでいます。今年の最大の武器はパワーももちろんですし、タイヤポテンザの 71RS ももちろんなんですけれども、その中でもアングルキットになります。でクスコさん、今年新しいアングルキットの開発に着手してくださいまして、新作が早速投入されております。去年よりもスペックの高いマシンで、シリーズを走らせていただきますので、今年は勝ちにこだわって頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。クスコレーシングの永瀬です。アメリカのフォーミュラドリフトを見て、メイドインジャパンとして僕らもいろいろできるんじゃないかなと思って、やっぱり足回り専門の僕らメーカーだと自負しているので、ではまずフォーミュラドリフトジャパンからということで、今回スープラを投入しました。ブリヂストンさんと一緒に戦っていけることになりましたので、今後の展開にご期待ください。